はぁ、一旦 CM か。早く続きが見たいぜ。お邪魔します。あれ？何してるんですか？りょうさん。何って、テレビドラマを見てるんだよ。花子も一緒に見るか？へぇ、りょうさんってドラマなんて見るんですね。てっきりそういうものには興味がない人かと。ああ、普段はあんまり見ないんだけどさ。今期のドラマに最近話題の売れっ子女優が出てるから、話のネタに見始めたらハマっちゃってさ。ふーん、売れっ子女優ですか。もしかしたらその女優さん、枕営業して売れた人なのかもしれませんよ。あ？枕営業の噂のある女性芸能人の中でも、枕の女王と呼ばれ、特に有名なのが女優の広末涼子さんです。え、広末って清楚なイメージがあったけどな。マジで枕営業してたの？ええ、彼女の場合ある大物俳優さんから名指しで暴露されていますから、枕をしていたことはまず間違いないと思われます。それは当時まだ売り出し中の新人タレントだった広末さんが、ドラマの撮影で俳優の中尾彬さんのところへ挨拶に行った時のこと。おはようございます、今日の撮影もよろしくお願いします。おお、涼子ちゃんか。こちらこそよろしくな。ああ、そうだ、今夜一緒に飯でも行かないか。君まだ若いから料亭なんて行ったことないだろう。俺が連れて行ってやるよ。え、いいんですか？嬉しい。ああ、でも私今日生理なんですよ。ん？そうかい。でもどうしてわざわざ俺にそんなこと？え、だってこれって枕のお誘いですよね。大丈夫ですよ、私慣れてますから。何？中尾さんはこの広末さんの発言で、枕営業が芸能界で普通に行われている現実を知り、強い怒りと憤りを感じることになったんだとか。中尾さん自身は何の下心もなく食事に誘っただけなのに、自分の娘でもおかしくない年の娘にこんなことを言われたら、そりゃショックも大きいだろうというものです。広末の場合、枕に何の抵抗も感じてなさそうなのが怖いな。当時はまだ10代後半ぐらいの年でしょうに、ちょっとこなれてる感じがまた恐ろしいですね。続いては元グラビアアイドルの星野亜紀さんですが、実は彼女テレビでブレイクしたのは20代後半から30代に入ってからと、かなり遅咲きの部類なんですよね。グラビアタレントとしては結構珍しいタイプだよな。で、そのブレイクのきっかけが枕営業のおかげだと？ええ、彼女が枕をした相手は当時人気の絶頂にあった島田紳助さん。その魅惑的な肉体を武器に紳助氏の愛人まで上り詰め、その結果20代後半にしてようやくブレイクのきっかけをつかむことができたんだとか。しかし星野さんが紳助氏の愛人になってからおよそ2年後の2008年頃、彼女は突如としてテレビでの露出が減ってしまいます。星野、お前今年でいくつや？年ですか？31歳です。やっぱな、道理で最近あんまし魅力感じへんようになってきたと思ったわ。へ？お前、今日で俺の喜び組からクビにするわ。俺、ババアには興味ないね。ええー、てくそ、あのシャクレ野郎。そんなに若い子がいいのかよ、バカ野郎。まあ、あんな顎お化けのことなんてさっさと忘れちゃいなよ。秋ならすぐにもっといい人が見つかるって。この頃六本木のバーで星野さんが紳助に振られたと号泣しているところが他のお客さんに目撃されています。当時の紳助さんには枕営業のお誘いなんて山ほどあったでしょうから、年を食った方から切り捨てられてしまうのは仕方のないことだったのかもしれませんね。そういえば最近星野亜紀って何してんの？2011年にジョッキーの三浦康生さんとご結婚されて、現在は芸能活動を休止されています。もしかしたら星野さんが自ら芸能界を去ったことにも枕営業の噂が影響しているのかもしれませんね。橋本まなみか、なんかもうでしょうねって感じだな。こう言ってはなんですが、橋本さんって別に演技が上手いわけでもないですし、特別弁が立つわけでもないですし、そんな彼女がどうして群雄割拠の芸能界で生き残れたのか、いまいちわかんないところがありますよね。それも枕営業のおかげってことか。彼女が他の女性芸能人たちと少し違うのは、その枕営業に対するご自身のスタンスでしょう。あら、まなみ、私たちが出会って1ヶ月記念のプレゼントだよ。いやー、
嬉しい。ありがとう、パパ。愛する愛人のためなら、このくらいの出費はわけないさ。でも、マナミ、俺のようなおじさんと付き合ってるのは、きっと俺が芸能界に顔が利く仕事をしてるからなんだろうな。やだな、そんなわけないでしょ。私は本気でパパのこと愛してるの。本当かい？うん、本当だよ。だから自信持って、パパ。マナミにそう言ってもらえると、なんだか少し元気が出てきた気がするよ。ディナーが終わったら、いつもの高級ホテルに行こうか。うん、その代わり、一回するごとに、一本テレビの仕事、ちょうだいね。え？という感じで、橋本さんは自らの枕営業が、真剣お付き合いの延長、というスタンスを貫いていらっしゃいます。で、橋本まなみは、そのパトロンのおっさんとはどうなったの？芸能活動が軌道に乗った時点でさっさと捨てて、若いお医者さんの男性に乗り換えました。上野樹里って、一時めちゃくちゃドラマに出てたけど、あんまり演技が上手いってイメージがないんだよな。確かに。それでも、大河ドラマに出演されたり、紅白歌合戦の特別審査員に選ばれるなど、2000年代を代表する女優さんの一人になっていますね。それも枕営業のおかげだと。今から十数年前の2010年頃、上野さんは、自身の女優としての伸びしろに限界を感じていました。どうしたんですか？さっきからため息ばっかりついて。実はさ、この間自分の名前でエゴさせてみたんだけど、上野樹里はどんな役を演じても、のだめにしかならない、なんて書かれてるのを見ちゃってさ。のだめは上野さんの代表作の一つですからね。人気作だけに、いつまでもその役のイメージがつきまとっちゃうのは、ある意味仕方のないことだと思いますけど。私、大河に出たい。そうすれば、私のイメージも変わると思うの。無茶ですよ。何それ、私の演技が下手だから、大河に出る資格はないって言いたいの？いえ、そんなことは。なら、どうにかして大河のお仕事を取ってきなさいよ。そのためなら私、NHK のお偉いさんと一晩過ごす覚悟もできてるんだから。わかりました。こうして上野さんは、NHK 幹部とベッドインすることで、大河ドラマの主演をゲット、という噂が、まことしやかに囁かれています。ちなみに、その NHK 幹部との好意を撮影した動画が、ネットに出回っている、という噂もありますが、そちらについては未確認です。上野樹里の生ぬれば、見たかった。忽那しおりさんは、オーストラリア生まれの日系三世です。純粋な日本人じゃなかったんだな。忽那さんは2006年に女優を目指し、学校に冬休みを利用して訪日。その翌年には3年 B 組金八先生で女優デビューし、2008年ユニチカマスコットガール、江崎グリコポッキーの第50代ポッキープリンセスとしてブレイクを果たされていますね。まさにトントン拍子の大躍進だな。その陰にも枕営業の存在があったってわけか。でも忽那さんの場合は、いやいやで枕営業をされていたわけではないようで。ドラマや映画にいっぱい出られるのはいいんだけどさ、どうして毎回、早くばっかりなの？そりゃまあ、しおりちゃんはまだデビューして日が浅いから、単独主演を張れるような女優さんになるには、もう少し場数を踏まないとね。そんなの待ってられないよ。私は今すぐ主演をやりたいの。そんなこと言われてもね、こういうのはオーディションを受けるかなんかして、地道に努力を続けないと。もういい、自分の力で仕事を取ってくるから。まさかまた枕営業をするつもり？こないだ事務所からもお叱りを受けたばかりでしょ。そんなの関係ないもん。売るのは私の体なんだから、あなたたちには関係ないでしょ。それに私、男の人とするの大好きなんだ。気持ちいいことができて、その上仕事までもらえるなんて、まさに一石二鳥だよね。やれやれ、まだ若いのにとんだアバズレなんだから。忽那さんは事務所からもうやめてと言われるくらいに枕営業にはまってしまっていたという噂もあります。外国の生まれだから、純粋な日本人と比べてそういうことに対しての抵抗が少ないんだろうな。森泉ってあの世界的ファッションデザイナーの森花江の孫じゃん。枕営業なんかしなくても金なんて腐るほどあるだろう。いえ、実は森さんの家庭はとても厳しく、自分の食い縁ぐらい自分で稼ぎなさいという教育方針だったみたいですから。
だから自分一人の力で芸能界を生き抜くために枕営業に手を出したってわけか。何を隠そう、森泉さんも喜び組のメンバーとしてあの枕代を島田紳助さんの寵愛を受ける女性の一人だったようです。ごめんね、胸なくて。紳助さん、もっと胸大きい方が好きでしょ。そんなことないで、泉ちゃんスケベで最高やったわ。ほんと？よかった。それじゃまたしたくなったらいつでも呼んでね。ああ、そうするわ。ん？友達のヤクザがメールや。なんやに？森泉と歩いてるとこ見たよ。具合はどうだったか。もちろん最高やったで。さすがパリの社交界や。と、返信はこんな感じでええかな。男と寝るだけでテレビに出れるなんて、タレントの仕事ってのも案外ちょろいな。その後、ヤクザの交友関係が明らかになり、紳助氏が芸能界の引退を余儀なくされた頃、彼が親交のあったヤクザに送ったメールが世間に暴露されることとなり、森泉さんの枕営業までもが明るみに出てしまうことに。ただまあ、森泉さんももともとあのキャラですから、枕がバレたところでそれほど気も止めていないみたいですけど。初めから清楚キャラで売ってたわけじゃねえから、枕がバレた時のダメージもそれほど大きくなさそうだしな。高橋翔子ってムーブ系の女優だよな。芸能人かって言われると微妙なところじゃね。高橋さんはかつて日テレジェニックにも選ばれた期待の新人グラビアアイドルで、当時はテレビなどにもよく出演していた売れっ子のタレントさんだったんですよ。へえ、でもなんでそんな売れっ子がムーブ系の女優なんかに転身する羽目になったんだろうな。ことのきっかけは、高橋さんがまだ旧芸名の高橋翔子として活動しており、日テレジェニック2015の受賞が決まったばかりの頃のこと。翔子ちゃん大変だよ、翔子ちゃん。ん？どうしたの、マネージャーさん。そんなに慌てちゃって。これ、とにかくこれを見て。何それ、写真週刊誌？え？高橋翔子が枕営業か？ホテル通いの証拠映像大公開？翔子ちゃんが日本テレビのお偉いさんと枕をした情報がどこからか漏れちゃってたみたい。それに他の週刊誌からも流出した LINE を掲載するっていう事前連絡が。嘘ってことは、日テレジェニックのショーも枕で撮ってきたものだってバレちゃったってこと？そうなるね。この枕営業の証拠映像や証拠画像の流出をきっかけに、高橋さんはこの年の日テレジェニック2015の受賞を辞退。それどころか、日テレジェニックというプロジェクト自体がこの件をきっかけになくなってしまうことに。この翌年に、高橋さんは現在の芸名である高橋翔子として無夫婦系の女優に転身されることになりました。早い話が開き直ったんだな。まったくたくましい限りだぜ。かつてミス・トースポ2016グランプリに選出され、グラビアタレントとして活躍されていた藤井奈々さんは、自らの枕営業の体験を赤裸々に暴露されています。枕営業って実際にどんなことをさせられるんだろうな。当時はようやく世間に少しずつ名前が知られ始めた頃で、これからもっともっと芸能界で躍進していきたいと考えていた藤井さんは、事務所のつてでとある芸能関係者の男性を紹介されます。競争の厳しいグラビア業界で生き残っていくために、一生懸命アピールしなきゃ。どうですか？うん、なかなかいいな。君ならテレビの仕事を紹介してやってもいい。本当ですか？ありがとうございます。だけど、そのためにはさ、ね。何ですか？体に触らないでくださいよ。わかんないかな。君を売り出すにはそれなりの対価が必要だって言ってるんだよ。私に枕営業しろってことですか？それはちょっと。なら、手でしてくれるだけでもいい。それでも嫌だって言うなら、俺にも考えがあるぞ。まだ、せっかく売れるチャンスをつかんだのに、こんなところで干されたくない。シーツ越しでもいいですか？シーツ越し？いいじゃないか。直接触られるよりも、むしろ興奮するよ。いや、気持ち悪い！この時は男性に言われるがまま、手でしてあげたそうですが、結局は枕営業が当たり前のように横行している芸能界に嫌気がさして、このわずか 1,2 年後にタレントを廃業されてしまっています。手でいいなら、そういう店に行った方がずっと良さそうなもんだけどな。そこまでして若いタレントを食い物にしたいんだろうか。
お次は近頃、泥沼タクラン不倫などで何かと話題になっている、元 AKB48 の篠田麻里子さんです。確か篠田麻里子って元キャバ嬢だったっけ？キャバの世界でも枕で客取ってるやつが多いってよく聞くよな。篠田さんは元キャバ嬢なだけあって、男性の扱いも特にうまかったようです。アイドル時代は、そのおだてスキルと夜のテクニックで、何人ものテレビ局関係者を虜にしていたとか。ただまあ、AKB グループで枕営業に手を出していたのは、何も篠田さん一人だけではないようですが。いいっす。秋元ちゃん、あの、広いおじさんと寝たんだって？おかげで AKB 歌劇団の舞台の主演も決まったし、まんまとうまくいったわ。いたたたた。あ、みんなおはよう。どうしたの、まゆゆ。腰痛？いやー、実は昨日、戸ヶ崎シャイニーに一日中付き合わされちゃって、あの人自分で動かないから腰が痛くなっちゃって。戸ヶ崎って AKB 劇場の支配人の？あの人も奥さんいるのによくやるよね。ああ、困ったな。わ、小地春もおはよう。小地春ちゃんもなんだか浮かない顔してるね。何かあった？実はうちの弟が週刊誌に私の枕営業の情報を売りやがってさ。おかげでこっちは対応に追われて大変だよ。まあまあ。そんなに気にすることないって。もしもの時は週刊誌の編集長に枕すればいいだけじゃん。確かに。こんな感じで AKB グループのメンバーたちの間では枕営業が当たり前のように行われていたようです。ま、あんだけ人数がいれば生き残りに必死になるのもわかるよな。メンバーが多い分、個人としての資質には欠けるところがありますから、枕営業でもしないとなかなか芸能活動も続けていけないんでしょう。芸能界を代表する枕営業のレジェンドといえばこの人、元レースクイーンでグラビアアイドルとして一世を風靡したタレントの岡本夏樹さんです。へえ、この人昔はグラビアアイドルだったのか。てっきりただの面白いおばさんかと。枕営業界のレジェンドである岡本夏樹さんと、そこらの仕事欲しさに男と寝る二流女性タレントの一番の違いは、そのスケールの大きさでしょう。そういえば岡本さんって枕営業とかしたことあるんですか？枕？そりゃしたわよ。しまくったわよ。なんならグラビアの仕事で稼いだ額より、枕で稼いだお金の方がずっと多いくらいよ。あははは。ちなみに枕で稼いだ額はおいくらほど？2億よ、2億。当時はバブルだったからさ、ちょっと男にまたがるだけで、ジャブジャブ稼げたもんよ。でもそんな大金もとっくに使い果たしちゃって、今じゃ6畳1間のアパートで貧乏暮らし。おまけに月のものも上がっちゃって、更年期障害に悩まされる日々よ。あんたさえ良ければ、一晩1万円で寝てあげるけど、どう？いえ、結構です。1980年代後半から90年代初頭にかけて、女優、バラドルとして、八面六臂の活躍を続けてきた岡本さんですが、1990年代後半には、テレビ番組のレギュラーをすべて失うという大失速。その後、2010年に再ブレイクを果たすまで、彼女は長い至福の時を過ごすことになったのでした。まあ、年取りは枕営業の需要もなくなっていくだろうからな。いつまでも枕だけで芸能活動を続けていくのは辛いよな。本当に長くタレントとして活動を続けていきたいなら、やっぱり、それ相応のスキルを磨かないとですよね。芸能界ってのはやっぱり安易な近道を選ばず、コツコツと努力を続けてきた人間だけが生き残れる世界なんだな。というわけで、枕営業に依存しすぎた女性タレントの末路がどうなるのかのいいお手本でした。こら、レジェンドオチに使うな。